日本のものづくりに私たちの力を参上。どもどもカタッチです。本日はヘリコプターからの様子をお届けしたいと思います。詳細説明しますと、去年の全日本ロードレース in オートポリスの時にヘリコプターでの遊覧飛行を見せていただきました。オートポリスを空の上から見ることができるということで、その動画どっかで紹介しようと思っていましたが、なかなか紹介できずに2024年になってしまいました。空から見るオートポリスがどんな感じなのかをぜひぜひ皆様にお届けできたらなと思います。それでは早速行ってみよう。いかがだったでしょうか。カナチは全然高いところ平気なのでめっちゃ楽しいっていう感じで、空からのオートポリスを堪能させていただきました。このオートポリスにはサヨリンブリッジというサヨリンの絵が描かれた橋があったりとか、あとは山陽公園のロゴがついた建物だったりとかもあるので、あのオートポリスに行った方はそちらも合わせてチェックしてみてください。それでは、いやー眺め良かったという方、いいねボタンとチャンネル登録ぜひともお願いいたします。今日はこの辺で、みなさん、まんつねー。